松井さん、こんにちは。やっぱやってみるもんですよね。私もね、いろいろとね、松井さんと一緒に考えてきて、本当に嬉しい瞬間です。今回はですね、まず一つ目、トレンド重視の動画をアップしたということだったんですけども、相川七瀬さんの動画、これ再生数ちょっと伸びてるんじゃないですか、他の動画に比べて。これは相川七瀬ということで、もしかしたらちょっときっかかったのかもしれないですね。まあでもね、動画の内容も別に釣り動画ってわけじゃなくて、きちんと松潤さんの思いを伝えてるんで、これは次に期待する意味でチャンネル登録も起きるような気がするんですよ。まあこの相川七瀬さんに限らず、他のねミュージシャンの方、パーソンズとかも行ってみたらどうですかね。あ、ブルーハーツの人に優しくとか、そっから転じてトレイントレインのね、ハイスクール落書きみたいな、そんなテーマに行ってもいいのかもしれないですね。昭和世代を捕まえろということでございます。はい、次ですね、Amazon のレビューなんですけども、出資者の方が出てきてよかったですね。やっぱりこういう発想をすることによって、どういうアクションがあるかってことが、どのぐらいの割合であるかってことが分かって、次のまたアクションにつながると思うんですよ。そういう意味でやっぱりね、1万人以内に入った時の一発目の収益っていうんですか、これはもうね、皆さんで分配してくださいみたいな形で、まあ、支払い条件を緩和してみたらちょっといいんじゃないですかね。やっぱり 10% の分配でもお一人いらっしゃるってことは、 100% 分配にするとなんか物事が進むような気がするんですよ。まあその他にもいろいろとね、まあ設けてみるといいと思います。例えば何月何日までにお申し込みいただいた方には、まあ分配をきちっとするけども、何月何日を過ぎちゃった場合は、何月何日までで分配率ちょっと落ちますよみたいな感じでね、制限をかけていくとか、まあいろいろと考えられるんじゃないですかね。プレゼント企画みたいな感じで、こういうふうな動画の中で、まあ、いろんなインセンティブを視聴者さんに与えていただくのはいかがかなと思います。はい、それでは本日は以上でございます。これからも頑張ってください。松潤さん。